はい、皆さんこんにちは。本日の動画はついにね、ユニクロ U の秋冬の新作コレクションが発表されたかなと思うんですけども、その中の先行発売のね商品がありますので、今回はねそちらのご紹介をさせていただきます。もうすでに店頭で売っている商品にはなるんですけども、まあ実物どんな感じなのかとか、まあサイズ感気になる方もいらっしゃるかなと思ったので、まあ今回動画にしております。まあ今回僕は店頭では購入できないオンライン限定のねサイズを購入させていただきましたので、まあぜひね気になる方は最後まで見ていっていただけると嬉しく思います。まあユニクロ U ね、全方今画像で見れるようになってるかなと思うんですけども、まあ特に気になっている商品とかはまた後日動画でお届けできればなと思います。はい、ではねもう早速ご紹介に移れればと思うんですけども、まあ僕はこんな感じでファッション系のコンテンツを中心に日々動画投稿しておりますので、ぜひ少しでもいいなと思っていただけたらチャンネル登録をしていただけると嬉しく思います。インスタグラムの方もやっておりますので、気になる方はそちらもチェックをしてみてください。ではもう早速いっちゃいましょう。今回先行発売された商品に関しては、こちらの2型ですね。はい、1点目がこちらのランネルオーバーサイズチェックシャツになります。こちらはですね、まあ、2色展開になってまして、ダークグレーと今回購入したブルーですね、まあ、ブルーというよりかはもうほぼグリーンに近いんですけども、はい、こちらの2色展開になってます。もう1点がこちらのフランネルオーバーサイズスタンドカラーチェックシャツですね。はい、こちらも2色展開になってまして、僕が購入したこちらのナチュラル以外にブラックがございます。今回ねこちらの色味購入させていただいたんですけども、まあ正直ねこちらのスタンドカラーに関してはブラックとめちゃくちゃ迷って、まあ結局こちらのナチュラルを購入したんですけども、まあ、個人的には結構ブラックもいいなというふうには思いました。一応お値段どちらも3990円になってまして、で今回僕はオンライン限定の XXL サイズを購入させていただきました。まあ XL までは店頭で購入できるんですけども、 XXL 以上からは基本的にはこうオンラインでしか購入できないサイズ感にはなってまして、まあ僕は割とシャツに関しては大きめに着たいなと思ったので、今回どちらも XXL サイズを購入させていただきました。はい、というわけでまずね別撮りでサイズ感とか動画撮ったので、そちらをご覧ください。
はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今ちょうどナチュラルの方ですかね、スタンドカラーのナチュラルの方着ているんですけども、サイズ感に関しては結構大きいなっていう印象はあって、僕で 178cm、 64kg になるんですけども、 XXL サイズで僕が着て少し大きめかなっていう印象ですね。はい、まあ袖丈とかは特段問題ないかなと思うんですけども、やっぱりこのシャツの特徴としては、まあ今回からですね、まあこんな感じで下の部分がですねストレートになっているので、少し形はこれまで出てきたシャツとは違ってきてるかなと思います。で、後ろの方がですね少しだけ丈長めの作りになっているので、まあ着た時にやっぱりこう縦の長さが結構あるなっていう印象はあります。まあ僕自身このサイズ感で全然着れないことはないんですけど、ワンサイズ下げて XL ぐらいでもなんかちょうどいいのかなというふうには思いましたかね。はい、でこちらがチェックシャツのブルーですね。まあほぼグリーンです。これはですね結構僕気に入ってますね。スタンドカラーのシャツとこっちのチェックシャツ、どっちが着るかって言われたら多分こっちの方が着用頻度は多いのかなというふうに思います。まあサイズ感で言うとこんな感じですね。はい、まあこれも正直丈の長さとかは変わらないので、襟元の違いですかね。はい、そこぐらいになるかなと思います。はい、でまあ今回まあこのシャツ着てみて思ったのは、生地がですねめちゃくちゃ厚いですね。画像で見るとそこまで生地感厚くなさそうに見えたんですけど、実際に届いてみるとですねかなりしっかりした作りにはなってるので、安っぽさとかは正直全くないですね。はい、まあ今の時期からすぐ着れるかと言われると結構生地厚いので、まあもう少しこう肌寒くなってきたらこう1枚で着ていただけるような生地感になってるかなと思います。はい、というわけでまあ今回ね先行発売されたシャツ2型のご紹介をさせていただいたんですけども、個人的に言うと16日に発売のあるこれと全く同じ型のストライプシャツがあるんですね。はい、これはね結構いいなと思ってて、まあサイズ感だけちょっと迷うんですけど、このストライプシャツは購入したいなと思ってます。まあ、なので、まあ、ユニクロ U のシャツ今季何購入しようかなって迷ってる方は、僕はどちらかというとこのスタンドカラーよりもこっちのチェックシャツの方が着回しとかもできるかなと思うので、まあこちらをおすすめしたいなと思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日の動画はユニクロ U の先行発売されたシャツ2型のご紹介をさせていただきました。まあどちらも好みによるかなと思うんですけども、個人的にはこちらのチェックシャツの方がまあかっこよく男っぽく着ていただけるのかなと思うので、まあぜひ気になる方はこの2型もうすでにね店舗で発売されている商品にはなりますので、まあご試着していただけたらなと思います。まあ、ただ16日に改めてユニクロ U の発売があるので、まあサイズ感だけちょっと確認していただいて、まああとはまあその当日とかに出揃ったタイミングで購入していただくみたいな形でも全然問題ないかなとは思いますので、まあ少しでもね参考になれば嬉しいです。はい、というわけで今日の動画はこんな感じで終えさせていただこうかなと思うんですけども、まあ、僕はファッション系のコンテンツを中心に日々動画投稿しておりますので、ぜひ少しでもいいなと思っていただけたらチャンネル登録をしていただけると嬉しく思います。インスタグラムの方もやっておりますので、気になる方はこちらもチェックをしてみてください。はい、ではねまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。